前回の超わかる高校数学は、弦における円周角は接線と弦でできた角と一致する。これが接弦定理。逆にこの位置関係にある2つの角が一致したら、直線 AP は点 A で三角形 ABC の外接円に接する。これが接弦定理の逆。これを覚えよう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。1番の問題のポイントは、円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しくなる。接弦定理、弦における円周角は接線と弦でできた角と一致する。円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しいから、この三角形は二等辺三角形になり、底角は50度。さらに接弦定理より、弦における円周角は接線と弦でできた角と一致するから、シータは50度が答え。2番の問題のポイントは、接弦定理の逆。この位置関係にある2つの角が一致したら、直線 AP は点 A で三角形 ABC の外接円に接する。2番は角 CAM と角 B が一致することを示して、接弦定理の逆を利用しよう。丸2個と×2 個で180度になるから、丸1個と×1 個では90度になる。さらに、M は PQ の中点だから、中心 M、直径 PQ の円は、直角三角形 APQ に外接する。つまり、MA、MP、MQ は半径で一致するから、三角形 AMP は二等辺三角形になる。ここで、角 CAM は二等辺三角形の底角から丸を1個引いたもの。三角形 ABP の外角に注目すると、角 B も二等辺三角形の底角から丸を1個引いたもの。つまり、角 CAM と角 B は一致するから、接弦定理の逆より、直線 AM は三角形 ABC の外接円に接する。円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しくなる。接弦定理、弦における円周角は接線と弦でできた角と一致する。接弦定理の逆。この位置関係にある2つの角が一致したら、直線 AP は点 A で三角形 ABC の外接円に接する。これを覚えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。Twitter は公式ホームページから。次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。